はい、こんにちは、勝又博物館です。こんにちは。今日ご紹介する展示物はこちら、獣王者のミニプラ動物合体シリーズ01獣王キングです。はい、バンダイさん、シールは銀ピカ、接着剤工具不要。いやでもここ40周年とか獣王者って書いてあるんですけども、珍しくですね、この表のパッケージ全部見ていただいて分かると思うんですが、表のパッケージ同じなんですよ。いつものバンダイさんのミニプラとかだったら、食玩だったらね、絶対この表側変えてくるはずなんですけども、今回はイメージ映像ではなく、このミニプラの画像を使ってると。これはちょっと本気ですね。やっぱりバンダイさん、去年ちょっとお話しする機会だったんですけども、本当に本気ですと、獣王キングは食玩は本気ですからと言ってたんですが、こういうことだったんですね。はい。そしてこちらの上側、こちら上側がですね、パッケージ違いと言いますか、獣王イーグルの格好も違えば、シャークとライオンがいますね。こちらになります。5個なんで、5個使ってくるかなって普通に思ったんです。5人使ってくるかなと思ったんですけども、そうじゃなかったですね。で、後ろ側とかももう全然もう本気ですよね。もう本気度合いが伝わってきます。全部同じなんですが、後ろは側面ですね。そして横側は同じ。それではじゃあ全部取り出していきましょう。はい、それでは中身を取り出すとこのような感じになってまして、これが1、これが2で3、4、5って感じですね。で、キリンとやっぱイーグルはちょっとパーツが間違いなく少ないですよね。これとかは本当にパンパンで2枚以上入ってるんですけども、こっちはね、中確認しちゃうぐらいちょっと薄っぺらくてびっくりしちゃいました。では組み立てていきましょう。はい、今まだライオンを作ってる途中なんですけども、ちょっと感動したんでちょっと言いますね。ここにシールを貼ったんですよ。なんでこんなとこにシール貼るのかな、見えんのかななんて思ってたら、この顔いきますよ。ほら、目が立体的に赤く見えるんですよ。これにはちょっと驚きましたね。すごい作り込み。はい、じゃあちょっと続けて作っていきます。はい、それでは完成しました。キューブイーグル、キューブシャーク、キューブライオン、キューブキリン、ということでちょっと一つずつ見ていきたいと思います。すごい、もう本当にすごい出来としか言いようがないですね。ちゃんと1となってます。こんな感じですね。はい、いいです、いいです。そしてこちらキューブシャーク2、いいですね。シールですけども金ピカですので、いやー本当にすごい。で、やっぱこう全部買わないとパーツが使えない、つけれない。この青いパーツとかこの黄色いパーツとか全部こっちのね方とかこう交互に入ってますので、全部買わないとダメと。こんな感じ。そしてこちらキューブキリン、これだけは一回り小さいですね。はい、こんな感じですね。そしてあとはこちらの剣との顔の部分ですね。しっかりシールで施されてます。それではじゃあアニマルモードにしてみたいと思います。それではキューブイーグル召喚。キューブイーグルということで、こちらから展開して首を出して、そして下のこの羽をね展開すれば、はい、完成。あ、この黒い部分も出さなきゃダメですね。はい、完成、キューブイーグルです。こちら。いいですね。ちょっと可愛らしさがありますけども、ちゃんと再現されてます。デラックスちょっともったいないんで比較できないんでごめんなさい。それでは次、キューブシャーク行ってみたいと思います。ということで、キューブシャークはデラックスとは違って、ちょっとパーツのね、取り外しが必要になってきます。中に尻尾の部分のパーツがあるので、それをね、取り出すのに、こちらの中にですね、この尻尾の部分のパーツがありますので、これを取って、はい、これを取って、ここの突起を出すと。そしてもう一度つなげ直して、そしてつなげ直して、こちら突起が出るようにすると。で、お尻の方に刺すよと。そしてこちらの方もシャークが前に来るようにして、そして最後に蓋を閉じる前にね、こちらから背びれ部分を突出させて閉じれば、はい、キューブシャークの完成です。かわいい。
ちょっとね、スカってるところはありますけども、でも、ちゃんとこう、再現されてますよね。すごく可愛い。口とか開いてますしね、ギザギザ。めちゃくちゃいいです。はい。そして、ということで、キューブライオンは簡単ですね。こちらを展開して、足ちょっと取れちゃった。そして、このまんま、グッと。これはデラックス、そのさながらですね。ちゃんとできてます。そして顔もすごい。目がシールで、口の部分は別パーツでなってます。頭のこの黒い部分とかも別パーツでしたね。はい。足とかもちゃんとしてます。黒く塗られてたりとか、シールで。いいですね。それでは最後ね、キリンの方やっていきたいと思います。ジュオキューブということで、こちら、はい、それではキューブキリンはですね、こちらを展開して、こちらを展開して、頭を回転させれば、はい、完成。キューブキリンということで、キューブキリンの完成ですね。すごいちゃんとしてる、かわいい。意外とみんなと並べるといい感じですね。はい、じゃあそれでは早速こちら行ってみたいと思います。3、2、1、ジュオキング。まずは戻してからやんないとできないみたいなので、ちょっとね、時間かかります。はい、それではちょっと元に戻したので、やってみましょう。グッと、はいね、ずしと。おー、すげー、ちょっとびっくり。3、2、1、積むことできますね。積むことできます。そしてひっくら返すと、ほらご覧通り、もうジュオキングできてる。しかもなんかすごいクオリティが、それで手を展開して、後ろのこのジュオシャークのこのパーツを取り外すと、足の可動域が広がって非常にかっこいいジュオーキングの立ち方になりますね。そして胸のね、こちらのイーグルの顔を出して、ここのね、シャークの部分も取り外してつけると。そうすると完成ですね。そうすると完成。そしてこれを持たせれば、はい、ジュオーキングの完成です。ジュオーキング、めっちゃかっこいいじゃないですか。なんて言うんだろう、デラックスだとすごくやっぱダサい、ダサいんですが、この足が開くことによって、手も可動域がこうね、広がることによって、やっぱりかっこよくなりますよね。かっこいいです、本当に。全然こうずんぐりむっくりしてないですし、非常にバランスがいいですよね。かっこいいですね。うわ、かっこいい。触感すげえ。そしてこちらのキリンのパーツなんですが、首のところからね、持ち手出して首の位置を変えます。そうするとこちらに持つことができまして、はい、こちらバズーカーに変形ということで、めっちゃいいじゃないですか。これかっこいい。早くちょっと本編出てほしいですね。来週楽しみですね。多分来週出ると思うんですけども、いや、自立も相当いいですよ、これ。いや、びっくり。ちょっとこの出来には相当なびっくりですね。うわ、膝も動きますよ、意外と。意外とってか、ちょっとなんか、ちょっとなんかすごい可動域になってますけども、非常に、いや、すごいっすね。手首も曲がりますし、肘はちょっと曲がらないですけども、曲げようとすると、するならこうですね。この羽の部分をちょっと上げて、こうすると曲がると。うわ、かっこいい。これはいいですね。
遊びがめちゃくちゃありますよ。いやー、これもう一個買おう。未開封にしておきます。ということで、今日ご紹介したのはこちら。食玩の動物合体シリーズ01ミニプラ獣王キングですね。これはぜひクリアバージョン当てたくなりますね。頑張って当てていきたいと思います。それでは、また明日。